こんにちは、はでです。す。本日日年のの月7日、ね、ゴールディンクけたという感じのタイミングですもう、ね、出勤されてる方もいらっしゃるんですかねリモートワーク的な、ね、タイミングの方もいらっしゃるそんな日だと思いますけど、まあ、リラックスムード最近ちょっと力感入って <laughs> やっていたのがあるんでくにおチャンネル基本のリラックスコメント返しなんてのをやりたいと思ってます。 えといつも通り国をチャンネルコメント返しは社会世の中歴史、うん、まあ僕が分かりそうなところをピックアップしながら折り込んでコメントにお返ししていくという感じなんでゆるゆる聞いていただきラジオテイストぐらいな雰囲気でお付き合いいただければと思ってますぜひチャンネル登録の方もご協力お願いできればと思ってますじゃあいっちゃいましょう今日はね、えー、といくつかの動画をピックアップしましたまず井上玲ちゃんの速攻解説のおものにコメント書いてくれた方 あと高木さゆきこれバースデーの時のですねそれと岡イチさと引退引退の時のトピックそれとハロドリ前回のハロドリですねにコメントくれた方とえー、っと少し昔に挙げた新垣梨沙ちゃんの、えー、っと胸骨にコメントくれた方そんなところにお返ししていきますまあ大体タレントと演劇の部分のどんな感じかとかそういうようなことの話になると思いますじゃあ早速いっちゃいましょうさあ井上麗ちゃんのいきましょう 久々にレイレイの話ができるのはちょっと楽しいななんて <laughs> 思いますけど。ゃ読みますね。え私も最初アンジュルムがいい,なんか,い,いかなと思っていましたがびっくり太田ちゃんの件でグループの雰囲気悪そうだなって感じたのでジュースの方がいいなかっこ同い年のダンバラルーちゃんもいるしかっこ閉じと思ったところだったのでよかった。 ただジュースはチケット落選率が高いので、点点点。括弧申し込んだライブハウス半分以上落選しました。今回はコロナで中止ですが、点点点。括弧今年取れないのは今後も変わりなさそう。これどういう風な動画で話してたかっていうと、レイちゃんイノベレイちゃんがジュースジュースに入った一発のじ発目の情報ですぐ回線です。あ回線じゃない。すぐ動画撮ってですね。だから四月1日の時点の話ですね。 まあこの時井上礼ちゃんどんな感じだったかっていう風に言うとこぶしファクトリーというグループに在籍していて、えー、2日前に解散しているんですねそれで今後ハローで活動を続けるっていう風なことになってたんだけどおそらく3月30日解散3月31日に「お前ジュースだよ」って言われて4月1日にそれを発表されるっていうこの3連投連投とは違うか <laughs> 3つの店舗でやられてるわけですよ。でその時の玲ちゃん の、まあ、心理状況いろいろっていうのはまた別の話なんですけどこの時僕がどういう風に言ってたかっていうとアンジュルムに入るのが一番の何て言うのかなグループとしてのバランスがいいとジュースジュースに入ればそれは、まあ、みんな予想してたのジュースジュース結構多かったんで、まあ、それは妥当だけど一挙手にジュースジュースにすごく力が偏るよみたいなことを言ってたんですねそれでね これれアアンンジジュュルルムムの話ちょっと触れようかアンジュルム今の状態って僕いろんな人聞いてても「谷」って捉えてるんですけど捉えてる方多いんですけど僕の中だと、まあ、チャンスに見えるなんでかといったら神子もリ香子もうんまあモモナーもそうだけど要は中堅層もうアンジュルムの中ではベテラン層になっちゃうんだけど。 アローの全体の中で言うと中堅層みたいなところが前出しできるこれはずっと実はアンジュルムそうした方がいいんじゃないかと思っていたタイプで本当は室までいたらよかったんだけどなのでね今のアンジュルムって悪くないと思いますよで川村綾野がちゃんとちゃんと自分を抑制できるじゃないですか僕可能性あると思うでそういうのがぐっと前に来たタイミングで見れるのが今のアンジュルムだと思うんで ある意味レイレイ入らなくてよかったですよね新メンバー楽しみですねどういう風になるのか研修生から入るのかなんてこと、ね、考えるようなそんなトピックへのコメントでありがとうございますね。でもう,一個もう一点ここ続けるとジュースのチケットの落選率っていうのはこれ都内さ申し込んだらもう俺めちゃめちゃ経験あるんだけど都内だけ申し込んだら当たる。で結構地方行き,た行きたがりだから。 あの地方1個でも入れたらもうあの関東当たらないですよねだからこれ多分横のつながり作ってもう一点張り何人かで枠狩りってわけじゃないですかだから一点張りでお前もここだけ頼むここだけ頼むってしてその代わりこの地域は俺がってするのが多分正解なんですよまあがか駄だったらまあいろいろ行けばなんとかなるとかあるんですけどね <laughs> まあそんなことを思いました ジュースね、うん、見たいですからね。なんかいろんな情報共有していきましょう。ありがとうございました。じゃあ続いてね、ねあレれいちゃんの話ちょっとだけしようか。ねここまでしといて、れいちゃんの話何やいこれにかこつけて話そうと思ってたんだけど、あの、ラジオ聞いてますあの、れいちゃんの冠番組、これタイトル何だったっけな。えっ、ー、と、井上れいのミュージックレターズ、FM 富士ですね。多分これ、今日やるんじゃないかな、この今夜ね。で、 本人はもうまだねこの後に及んでポッシブーな話をしているっていうところと「なんかラブラブパラダイス」を最初に買った CD とかねあと「ミスチルやたら聴いてる」とか「レイレイ」のちょっとまだ喋りのところでまあ俺に言われたくねえだろうけど喋りのところでたどたどしさとか少しずつあるんだけど声やっぱいいいすすねね飽きないっす、ねうん、あの声がジュースに入るバージョンなんていうのは当然音楽ファンですから楽しみにしています。 まあちょっとは挟み込んですいませんでした。じゃあ引き続きお付き合いください。ありがとうございます。じゃあ次の動画いっちゃいましょう。えー、っとね、ジュースジュース高木紗友希のバースデラの時に書いたこう、書いたじゃないや、喋った動画にコメントくれてる方々にお返ししていきます。えー、っと、KK さん。2016ヒナフェスのリゾナントブルーの佐伯のソロも好きです。 これどんな話してたかっていうと動画内で僕が高木さゆきちゃんの歌っているソロの歌い方のシーンに対して好きなものをベスト3上げてるんですね、まあ、これ貼っときますよもし見てない方いたらで「ひ、え、な、ー、フェス」の「リゾナントブルー」ってこれひなフェスって一人ずつソロをもらえるのが抽選とかであるんですよねでその時のリゾナントブルー「リゾナントブルー」「リゾナントブルー」ってのはモーニング娘。の曲です 非常に高橋愛ちゃんとか新垣梨沙ちゃん田中麗奈バリバリな時の曲で <laughs> 一人で歌う曲じゃないんですでも一人で歌えそうってそれってねえですよね <laughs> いいバージョンですこれあるかなこれあったらちょっと探して貼っときますよえ YouTube 結構探したら何でもあんですげえなってやっぱり思います時代だなって思いますねでこの振りありがとうございます僕も好きです じゃあ続いていきましょう。えー、z x 1 4 r i d e ーさん。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、15年春より、うん、これマジック・オブ・ラブのかな。うんマジック・オブ・ラブ・サイベに、あ、これ俺読んだか、過去に。ね。過去に俺読んだかも。で、ってことはさっきの K さんも読んでるんだな、俺な。で、これ、分かった分かった、最新のやつだけ返さなきゃいけなかったんだ。 抜けてんねえっ、ー、とじゃあ一応このせっかく読んだので、えー、言うとどんなこと言ってたかっていうとまあここあ前褒め前ほれてなかったオトピックのやつでいこうか「オトピックの生まれたてのルール」を横に置いて <laughs> ねこれえっ、ー、とねさゆきはルルとお宮本かりんって僕相当歌える子だと思ってるんだけどこの2人のさあのー サイドに置くってことは実はしないんですよ最近ポジション的にはかりんとルルが前に出たら後ろでもう響かす鳴らすバックに行くようなベーシストみたいなバンド形態でいうとそういうところに入っている印象です。なんだけどここだっていうベースソロとかあるじゃないですかチョッパーみたいなのとかそういうところをやらしたらもううなるテクニックっていうことでまあこういうのを、うん、しっかりできてるってとこを おそらく ZX-14 ライダーさんは気づかれているってことですよねすいませんちょっとあの2度3度読む弱いところあるんですけどこの間言わなかったことをお届けしたってことでなんとかお見逃しになればと思いますじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とここだこのここもブヨブヨ和之さんが書いてくれてるんですねあ,ありがとうございますじゃあお返しするために読みます、えー、冬のハロコンで 前日札幌前乗りする予定を立てていたらジュースジュースがライブハウス公演するのでせっかくだからって感じでコード2で初めて参戦しましたアイドルを打たれは浅く旧都初武道館の直前の頃試しに暇つぶし感覚でロッピーいじったら取れたので行ったらすごくてびっくりしてハマったものでてんてんてんその後行きたいと思ってもチケット取れないのでファンクラブに入り合同ナルチ下 スマイレージ・アンジュルムもポツポツ行ったりしてた頃でした、えー、それまでネットでジュースの評判を見ると高木さゆきちゃんは握手の対応がひどいって結構目立っていたのも見ていたし初めての単独なのでグッズも買わずキュートのある方のバースデー T シャツで参戦しました、うん ライブの内容を忘れましたが、ライブ後の握手でその T シャツ可愛いですねって人懐っこい感じで声かけてくれたのが高木さんで次のゆかにゃがハロプロ同士ですねってされたのでびっくりどこが対応ひどいの神対応じゃないか声かけられるってそれまでなかったのでライブ中は他のメンバーもニコニコしながらガンガン目を合わせてくれるので歌う上手いよりも ジュースジュースそして高木さゆきちゃん最高って思いますいいですねぶよぶよ和幸さんのおた遍歴的なものも入れていただきなんとなくバックボーンが見える感じでしたありがとうございますねこれ、えー、コード2ですよねコード2懐かしいですねあれライブハウスツアーの中ではあそこ僕ジュースジュース試練だったと思いますすーげえ成長したと思うね あのー、2015年のジュース知ってる人2016年うんと16年14なんだけど2015年のジュース知ってる人ってもう見方全然違うと思うんですよ。うんな,なんでかっていうと崩れかけたジュース見れたからってことです。ことだすだってことなんです。あれはもうやんないだろうなあ,あいうライブハウスミッションみたいなの。 ジュースってすごいですよ、もう臨床事件済んでない <laughs> 薬投与されてるような感じなんで、ねえ、だから強いの、今残ってる4人は。ゆ、ま、か、あ、にはもう強いですよ、今、ラジオであったり、いろいろやってるけど、彼女の、彼女の動きって追ってみものすげえから。この卒業した後でも、ほんとすごい。<laughs> 追ってみってね、誰だよって話だけど。 それぐらいジュースのオリジナルの5人は、うん、ちょっともうこの5年だけで振り返ってもトライアルが多すぎるすごい。でその中でですよね,ねえこれさあの僕ね対応ひどいっていうのを実はちょっと分かるシーンっていくつか見てるんですそれはまさにこの2015年ぐらいの時にあれ本人が疲れてんのよ。 で疲れをエンターテイナーとしての乗り切り方がまだ答え出てなかったんだと思う,うんちょっと注意力散漫だったり握手とか手抜いてたり流しになってたりってことをやってたんだがでも僕はそれをやっててくれたそういうところで最後の最後まで追い込まないでリラックスしてくれてたから続けてくれてたんだろうな良かったなって思ってます。 最近子供だったっすよ。<laughs> でも可愛かったっすようん、ね。ステージ上では全然そういう,なんいうの気が抜けている佐伯っていう感じはあんまり受けなかったでしね。で、おそらくブヨブヨ和之さんにはなんうかなちゃんと刺さるものが残ったんでしょうから、これは運命出会いですね。ね素敵な。 ジュースライフ、ハロプロライフを過ごしていたのでしたら私としても勝手に誇らしいです <laughs> ね。ねありがとうございました、ね。ライブで目を合わせられる。いいねで。そんな感じで次のあ動画のコメントいきましょう。えっと、これね、元キュート、岡井千里。ねえ、俺、千さのこと適当に言ってるように決めるかもしれないけど、すげえ敬意持って言ってるから勘違いしないでくださいね。じゃあ読みます。 行きましょうねあい、えー、和弘さんありがとうございます、えー、矢口の力でも借りてかっこ悪い笑いなかなか面白いっすわらわらくわらくさくさくさこれ矢口あのねフジテレビだったかテレ東だったかちょっと忘れちゃったんだけどニッテレだったか忘れちゃったんだけどまあ、ちょっとテレビ局関連の知り合いとかっているじゃないですかで話を聞いてると 矢口は何回でも戻れる根拠はちょっとなんか矢口特集みたいなのした時に話しましょうか、うん、矢口はあの戻れる理由は人脈と金の部分でもう大功績残してる、うん、だちょっと不倫,不倫程度だったら別に大丈夫かなもう大丈夫かなもうやんねえだろうけどそういう感じ、うん、じゃあ続けましょうボラさん おかいちゃんのイメージは空気読める子だな。まだまだ活躍できたきり。何年後かに三十代のキュートみたい。思ってたので残念。ほとぼり冷めたらしれっと復帰でよくないかな。そうそう、さっきのヤ薬事の話じゃなくて、おかいちゃんの話。<laughs> で、おかいちゃんの話に戻しましょう。おかいちゃんは、だ、これで。復帰できるかどうかっていう,ふうに言ったら、本人がやりたいって言えば。多分二年ぐらいに生かしたらやりますよ。 ただその時にテレビってメディアがどれぐらいおかいちゃんにとって重要なメディアかだよね。俺それこそ YouTube とかでいいと思うけどね、うん。なんか本人もその方が楽なんじゃないかな。家庭であったりその旦那とのバランスとかねあるだろうから。うん、もう僕急ュがこれおかいちゃんが今回芸能界引退って言ってくれちゃったことによって。 一番懸念してるのは万に一つ、まあ、100分の1ぐらいは僕はあると信じてるんだけどキュートがその何周年とかなんかタイミングだよね節々節々だってそのう世の中的なタイミングと記念日的なタイミングって2つあると思うんですけどそのどっかでキュート5人でドーンって出れるときに、うん、その可能性がなくなっただと寂しいのよ。 僕で言うと、なんていうか、リサ子なら可能性あるんだけど、桃子だともうないだろうな、みたいなのってあるじゃないですか。そういうところになってほしくないっていうだけっすね。あとはもう、岡井千里さん、人生を炎上してくれって感じっす。ね、熊井ちゃんじゃないやつ。なんそんなこと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いて、広瀬大介さん。ね、なんかお会話、ごまき あ吉沢仁美、籠愛に憧れたと言ってたもんな。<laughs> それじゃあ不倫したくなるよ、笑い。これ不倫、まあ当然だけど、これ冗談で言ってるだろうけど、不倫で憧れたわけじゃないね、多分ね。うん、これに関してはまあ、これだけでいいかな。<laughs> そこで憧れたわけじゃないだろうってことはね。でもまあ、引き続きご意見ください。あたす。続いて、えー、剣。 マンジマルでいいのかな。ありがとうございます。鈴木マ,マさんありがとうございます。悲しきヘブン最高ですね。聴、うん、いてくれ、まあ聴いてたし聴いてくれ直したみたいな感じかな。これいいですよね。なんか岡井ちゃんとアイリーとの掛け合いでおかえちゃんが一歩も譲ってない感じっていうのがこの曲が顕著に見れるってことだと思います。それぐらい鈴木アイリってソロシンガーとしてすげえんで、まあ、そこにため張っていくって感じが。 かっこいいなって思ったんですね、うん。ありがとうございます。あと、ナイスチャンスに、おかいちゃん適応したって感じですよね。でそんな感じで、ねおかえちゃん頑張れってことだ。うん、まあ、頑張んなくても縁や出たけどね。今のタイミング楽しんでほしい。そんな感じです。じゃあ、次の動画の回答いきましょう。ハロドリー、ね、5月5日放送分っていうのに、えー、コメントくれた方々に回答していきましょう。 えーっとあこれいいねつけてなかったじゃあ行きましょう。最高級ラブドールさん,、うん。過去の研修生の動画を見てると、いつの時代もすごいメンツが揃ってますね。きっと現在の研修生たちもほとんどがデビューを果たし、数年後に同じくすごいメンツが揃ってる。って思う日が来るんでしょうね。これからの研修生たちの活躍が楽しみで仕方ありません。ありがとうございます。 うん過去研修生動画ねこれ見てるとキリないですよねうん特に今活躍している子たちの研修生時代動画なんていうのはノスタルジックもあるんだけど発見があるのとあ改善したなここっていうのとあ変わってないなこれってもう自分の中の一つのもう片幹を作る上で取り替えられないやつなんだなとかねそういうのは思いますよね。 僕ねマリア好きだからねマリアの昔なんかよく見るんですよそしたらマリアも頑張ってんだよこれマリアなりにだけどそういうの見れるのがもれなく楽しいんで今から5年後ぐらいな時にハローもしまだファンでいるのがほぼほぼ決まりのあなた方今のハロードれア見といたら面白いよってことですね、うん、まあ同じ気持ちになってくれたということでしょう最高級ラブドールさんありがとうございました じゃあ続いてアーツさんハロドリ毎週楽しみに見ていますそこから研修生ユニットや実力診断テストのベストパフォーマンス賞やアンジュ・オーデハテナいや他その他が、えー、排出されると思うので一人一人注目していきたいと思います、うん、未来から逆算系だねまあそういうことだよねでアンジュ・オーデね ここのメンツがどうなるかによって研修生でも目目線で目付けされててるる子達っていると思うんですよ僕も実はアンジュにこの子が合うんじゃないかっていうのを少し見てるとこあんでこれはアンジュオーディションが始まりだしたらそこちゃんと動画撮りますからそこで研修生からこうピックアップしてる3人あげますよ。ねもったいぶりやがってっていう。<laughs> でもはねハロドリのこの一連のやつで、もしそういうとこ触れるところがあったら、そこでももう言っちゃうかもしれない。うん、もう何人かね見たい子いるんだ。多分来週その去年の三十期の子たちってまたピックアップされるだろうから、そこ終わってからにしようか。それで言いましょう。ありがとうございました。じゃあ続いて高久坂口さん,、うん。ありがとうございます。何度かありがとうございますね。江、え、畑、ー キサキちゃんですよそう江バ咲ちゃんって言っちゃったこういう指摘はもうすいませんもう一発撮りやってるもんですからいつもあるんで遠慮なくしてください引き続きお願いいたします感謝しますじゃあ続いていきましょうじゅんじゅんさんありがとうございますねつんくさんがまだ元気な頃まだ小田ちゃんやかりんちゃんが研修生で特に小田ちゃんかりんちゃんが特に厳しく先生に叱られていましたね 小田ちゃんに「明日までにできなければ歌パート取り上げる」とか <laughs> かりんちゃんに「何年目だ毎年同じこと言われてる」とか先生は可能性のある子ほど厳しい印象がありますね昨日ね佐藤正樹今日はだから佐藤正樹バースデーじゃないですかでマースバースデーお祝い動画みたいなの作ってた時に10機の映像結構見返してみたんですよ、まあ、その時にも ね、ドゥが結構言われて「あまたなった畜生。話もますえー、っとドゥが結構言われていたりしたとこもあっておっしゃる通りでこれお叱りは多分みんな受けてんだよだけどこういうふうにピックアップされて映像に残る子っていうのは見どころがあるからってことだよねそうじゃなきゃ見どころある子以外は放送しねえよってことだよ そううういうふうに捉えてる結構俺が先生だったらっていう立場で考えたら全員にままんべんなく言うはずなのよだけど言って可能性のある子っていうのは今いる子たちってことですよ残った子たちっていうねまあそういうことを思いました引き続き一緒に楽しんでいきましょうありがとうございますじゃあ続いて島袋光昭さん、えー、研修生はあまり詳しく知らないですが 毎回思うことはこの子たちがデビューして抜けたらその後いないんじゃんと思うも2年以内にはまた新しい逸材が出てくるから不思議。ハロおうたやめられないわけですよ。ありがとうございます。これはあれだよね。えー、研修生が入ってきてるってよりビヨーンズが例えばできたっていう時にこっそり抜けちゃってあ残ってないやばいやばいって思ってても後が出てくるってことですよね。 ま高校野球とかプロ野球とか全部似てるね。これは見といた人に何でもそうだけど動いた人にしか与えられないギャランティーみたいな <laughs> 違うかもしれないけどと思ってます、うん。両方見た方がいいんだよ高校野球もプロ野球もメジャーリーグもと似ててハロプロも研修生オーディションとかもそうですしあと現在。 現在の現役メンバー、あと OG もね、OG から逆算なんて結構できますよ。さっきの矢口じゃないですけど。まあそんなこと思いました。じゃあここはこれにしましょう。ありがとうございます。で、最後に、えー、新垣りさちゃん、この胸骨にあコメントを最近今週くれた方かな、ここにお返しして、今日は最後としましょう。えー、ゼロピピさん、ありがとうございます。 これ見て余計に行きたくなった行ったことないからいつかガキさんの舞台に行きたいこれねどんな舞台だったかっていうと結構ガキさんって僕これサイコパスって例えてるんだけどもう入ってく系一人の世界入ってく系周り見えてない系独創系みたいな感じなんですよねそういう配役が多い結果的になのかうん本人がそういうのを選んでるのかこれは知らないですけど。 でガキさんの舞台を見てガキスこれガキさんの舞台って言いたくなっちゃうってことよ「胸骨」っていう舞台を見てガキさんがじゃなくてでリなんだっけな梨紗コの「ガチ恋沼俳優」これが実は今からおうんだったら一番おすすめなんですけどこれももう置いてってんのよなんかある種周りを置いてく瞬間があってそれが嫌じゃないっていうで舞台を壊さない。 なんかガキさんかさすすごいっすよなのでもしおすすめとしてはこの胸骨いきなり見に行くよりガチ恋沼俳優見てから胸骨なんていう順番の方がいいかもななんて思いました、ね、舞台ぜひおすすめなので見に行ってやってくださいちょっと偉そうだったやってな感じかなえっ、ー、とまあ今日は5月7日平日っていうのもあってもう実は 取るのだけはあと3本取ります、ね、えやるなお前って感じだろうけどで3本取って出すのは2つ出すこれ以外にでなんとか僕もサブスクライバーそうこの1週間でね200人以上伸びてくれたんですよこんなんの経験はあの始めた最初の週の次の経験ですなので ちょっとゴールデンウィーク中にいろいろリアクションくれたものとか自分なりに調べたものとかお答えできることとかあるんで、まあ、その辺をテンポよく出していきたいと思ってるんで、まあ、そっちの方も見て感想なんてくださいで基本はやっぱりハローのデイリーっていうところを抑えていくのの動画方針っていうのは多分僕のやりたいことだと思うんでその辺も遠慮なくご意見お願いしますってな感じでまたキンキンにお会いしましょう